いや、なんか動画持っていこうかなと思って、いや、実は我々 CD を出してますって話しようかと思ったんですけど、ね、CD 出してます、今日やった曲ほとんど入ってません。でも毎回200円になりますので、ぜひね、できれば、ね、できれば買ってもらいたい、ありがたいんですけどね。これね、そこに店にも置いてないんでね、その辺にも置いてないんで、あの手売りで売っておりますんで、ね、手売りで売ってる、はい、手売りでずっと売ってます。これはね、意外に売れてる、どうしたんだこれと思ってね。ついでにゴールデンウィークにね、岩手にこれ送ったんですよ。で、向こうでもね、配ってもらったりとかしてね、ありがたい話ですよね。いろんなとこで聞いてもらえたらありがたいですね。ありがたい。はぁ、そうですよね。もう喋ってください、喋りたいでしょ、今日。いいですよ。でも、あの、次で最後の曲なんですけど。あ、ほんとじゃ。そうなんです。今日は、なんか、ゲストっていうすごい感じで呼んでいただきありがとうございました、ね、ゲストの意味知ってますか、まずゲストって、あ、なんかね、いや、このタイミングで言おうかな。ゲストってね、あれですよ、なんか例えばね、東京からとかさ、こう来た人がやっぱゲストじゃないですか。我々あれですからね、私に関して言えば長良川に住んでますからね、私すぐそこですよ。さっきお風呂も入ってきましたって話ですよ。ね、ちなみにゲストっつうの、さっきウィキペディアで調べましたよ、私。ゲストっていうのはお客様のことを言うらしいですね。皆様がゲストですよっつうね。ですよ、もう。皆様がいて、我々がいる。ね。そうやって、ヤマ。そうやってね、バンドっつうのが続いていくんですよ。すいませんね、本当に。ありがとうございますね。今日はありがとうございましたね。いいですか、この。ありがとうございます。なんか最後締めるのとか、締めたり、喋ったりとかした方がいいんじゃないですか。うん、なんか最後、せっかく、もう次の曲で、本当にこのイベント終わりますよ。うん。なんか、あれです、なんか。あ、やっぱり専用マイク使うの、ね、あ、わかりました。ちゃんと用意してます。皆さん、今日本当にありがとうございます。急遽決めたイベントでございますが、素晴らしい出演さん、そして皆様に恵まれました、ありがとうございます、ね、あの、なんだかんだって多分こんなに5バンドとか俺やったことない、意外に、初です、ね、5はないな、やっても4だな、まあまあ、しかもいいグループばっかり集まる、ね、素晴らしいですね、本当にね、我々も含めてね、いや、もうゲストでよかった、また呼んでください、はい、こちらこそ喜んで、すぐそこ住んでます、あの、ギャラはポテチでいいですか、ポテチでいいですか、はい、わかりました、ポテチがいいです、ポテチがいいですね、ありがとうございます。では最後、はい、やっちゃってもらいましょうか、皆さん盛り上がっていきましょうね、じゃあラストソングよろしく、はい、ね、やりましょうか、はい、行こう、手が動かなくてもいいじゃないですか、無意味にニコニコしてください、無意味に、キラキラきらめく宝物をポケットの中で握りしめた、全くもって値打ちがないけど、君の中の夢も決して光らない、Sing, sing, 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 sing
かりました？心身心だと。もうできればね、みんなの階段や。できればね、できたらできるよ。行きましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう、こまりー、こまりー、皆さん、本当に今日はありがとうございました。今日ね、実はここで初めて出るのが2名かな。ね。ここね、西本と、そうですね。まあ、僕の思いは実はジャイブというお店をもっと門戸を開こうかなというのが実は本音の趣旨でございまして、いい箱なんでね、ぜひ今日初めて来た方いう方もいらっしゃいますよね。ね、ぜひ今後ともジャイブよろしくお願いします。で、ジャイブありがとうございますということで、今日はお開き、明日のね、仕事に差し上げますしね、明日その、ね、僕ちょっと用事置きで商工センターの市場で玉ねぎ運ぶんですいません、打ち上げなしで今日は、はい、ということで今後ともよろしくお願いします。